ものづくりが好きなので、作っていってそれがうまく機能した時、うまく動いた時が一番楽しいなって思ってます。1年次から実験実習が多くあって、実験する前に予習レポートというものがあって、それをやることで目的意識を持って実験に取り組むことができます。ただその実験後には自分の考察をしていく中で、自分の考えを深めていくことで思考力を向上させることができます。実習では1年次からフェーズの基礎を学ぶので、3年の時には複雑なフェーズを書くことができるようになっています。機械創造工学演習では 3,4 名で一つの自転車を分解したり組み立てたりしていく授業で、内部構造を設置しながら内部の構造機能を理解します。僕自身ものづくりが好きなので、1年次にペンスタンドを立てたり、自転車分解の時もその実際に手を動かすというところがこの学科のいいところだと思ってます。ラボワークは2年生3年生の時から教授の研究室に所属できる授業です。渡辺研究室では空気とか水を流れの中で発生してしまう振動をどのように抑えるか抑制するかというところを中心に研究しています。スマートフォンの画面上にフィルムを積層して作っているんですけど、その時にフィルムに化学塗料とか塗られていて、そこが振動を起こしてしまうとフィルムが傷ついてしまって性能が低下してしまうので、その振動を抑えようとしています。実験装置を作っていて、穴を開けているところから空気を流して振動を起こしているフィルムに対して空気を下から当てるっていうイメージです。そこの実験装置の穴の角度を変えながらやっていて、ここでちょうど実験するんですけど、角度がちょっと変わっただけでも振動を抑える性能が変わってくるので、まず実験してこの角度だったらダメだった、この違う角度だったら制御できたっていうのを研究しています。実験装置自体をまず自分で設計して製作していく中で、うまく機能した時、振動を抑えられた時っていうのはとても嬉しく思います。コロナ禍で自分のやりたいことができなかった時期があったので、この大学生活は充実したものにしたいなと思ってました。それで長期休みに自分で計画立てて海外旅行に行ったり、車で日本一周目指して実行していたり、ものづくりがやっぱり好きなのでドローンを自作しようと思っていて、それぞれのパーツを選んでもう自分オリジナルのドローンを作ろうと思っていて、自分で作ったドローンでドローンでしか撮れない景色を見たいと思っています。新しいところに行ってみたいとか、新しいものを作ってみたいとか、今のうちに経験積みたいなと思っていて、それが原動力になっていると思います。 3,4 年生で機械工学の知識をさらに深めていって、自分の興味のある分野に進んでいきたいです。将来は人々の生活を豊かにできるような製品を作っていきたいと思っています。機械創造工学科では教授との距離が近くて、勉強面でわからないことがあれば丁寧に指導してくださいます。また機械工作室の設備も充実しているので、やりたいことを実現する設備は環境が整っているので、やりたいことがある人やものづくりが好きな人との大学生活を送れる日を楽しみにしています。